こんばんは。こんばんは。もっとパチンコプレイガイ TV エレクションポチン。さあゲームやっていきますけどね、はい、もうほらおなじみのケースブラザーオハズテンさんです。明るいですね。なんすと、はい、今日はもうまた営業中の収録やりますよ。この時間に呼び出されたらまたどうせ俺あれ芝北おさぶっちゃろう。あのですね、まあ確かに今日パチスローなんですけど、まあ、楽しくパチスローを打つっていうわけにはいかないですね。楽しく打ちますよ。だってそれが一番。パチンコパチスロー情報バラエティでございますよ。そうですけど、あそこに資格がまた2人見えてる。見えてるでしょ。じゃあ早速登場してみましょう。はい、お願いします。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 今日は楽しく打てるんですよね。楽しく打てるってことで、まあ、あの何かのパクリってわけじゃないですけど、あのこんなものちょっと用意させていただきます。ちょっと待って。作り込まれてるのはね、嬉しいけども、がっつり罰ゲーム書いてたよ。でもご褒美もある。これ3番、これ号令。だって2番目もご褒美でしょ、それも。なんでなんで。ただ、ももちゃん、今日もあのお尻しばき満々ですけど。じゃあ、我々が達成できなかったら、この罰を受けると。そうです。いう運びで。はい。いう運びで。そしたら、じゃあプラス500枚ぐらい。プラス500枚ぐらいでいいですか。ありがとうございます。スロット打つ魅力ってなんですか、はい、これやっぱりそうですよね。やっぱこう一打一打に思いを入れることでございますよ。たまにあの、はい、台が電源がプスンって言う時あるんですね。日高さん言いたいことわかりますか。フリーズですよ。フリーズです。今回はフリーズでお願いいたします。フリーズでお願いします。なんといっても一番の魅力と楽しみなんで。そうですよね、はい、やっぱパチスロの魅力といえばフリーズですよ。ちょっとせいさん、何そんな強気になってるんですか、うん、だって剛腕ですもの。ウケるのこれ。フリーズ見ちゃいますよ。いいのフリーズ。俺も何度ケースブラザーオハズテンさんでフリーズ見たか数えられない。1回数えられてるじゃない。数えてます。わかりました。もうそこですね。本当にそこですね。フリーズ。フリーズ。アミーゴ、ジャグラー踏みせんで。ジャグラー今分かんなったのに。いや、今日2回フロアやで。あ、そうなんだ。2回フロア。ジャグラーさんは1回フロアです。あ、そうなんですか。はい、じゃあそういった機種をちょっと選びますね。じゃあフリーズ目指して頑張るよ。頑張りましょう。それではディスタンスアウトいくぞ。頑張れ頑張れ。企画はケイズプラザ大鳩店での営業中実践。ただ実践するだけでは面白くないということで、今回もケイズプラザ大鳩店からミッションが用意されています。今回のミッションはなんとスロットでフリーズを引けというわけで、かなりハードルの高いミッションとなっていますが、果たして4人はクリアできるのか。ミッションをクリアできなければ厳しい罰ゲームが待っていますから、頑張ってくださいね。じゃあ私、生徒ミオちゃんはパチスロ創生のアクエリオン2いきます。フリーズといえばね、赤の2分の1 ART ストック確定の場合と、スーパービッグ1万60003パチオン、これの一部でフリーズが発生します。お互いにもフリーズ認めてるんでね、これでいけるわ。まずセイとミオは創生のアクエリオン2で実戦開始。ギッシュとアミは番長で実戦。するとここで、ちょっとテレビのこと考えてくれ。テレビショーのこと考えてくれ。
と、ミオが開始からわずか10分ほどでフリーズを引いちゃいました。素晴らしい。早くもミッションクリアですか。おセット乗りました。 25% の方行きました。ありがとうございます。ありがとう。それじゃ勇さんも達成ですね。え、いや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 、全員が行かないと意味がない。あ、そういうことですか。ハードルが高すぎると、はい、いや、4人、やっぱ1人、3人、4人がやっぱフリーです、ね、ミッションクリアと思われましたが、なんと今回は全員がフリーズを引かないとミッション達成ならずということで、これはかなり厳しいですよ。するとここでセイは台を移動。フリーズといえばこれでしょう。ミリオンボットゼウス8192。ちょっとハードルは下がったけど、こうなるとフリーズで痛めるしかないんでね、ご主人と言わせます。あきら、セイさんがボットに移動してるよ。俺らも今のルールが変わった以上フリーズ行かなきゃいけないから、ゴッドに移ったのもマシですよね。一番フリーズの確率が高いから、君のいいところでゴッドに移ろう。はい、ね、みんなガチなんですね。ガチですよ。なんとかミッションをクリアしたいモッパチメンバー、ここで番長を打っていた2人もゴッドに移動し、3人でゴッドを打つことに。ミッションクリアできなければ厳しい罰ゲームが待っていますから、頑張ってくださいね。さあフリーズチャンス、行くぞ。変化の方とポジション行くぞ。行くぞ。チャンス。何しれんとお前、当たりやで。当たり。なんで4連続。どうしよう。そんなもん価値的にはフリーズじゃない。フリーズ。今カメラさんはうんでうなずいてくれたけど、視聴者うなずいてたもん。当たり中にフリーズ引くこともある。ある、もちろん。頑張ろう頑張ろう。ミッションをクリアできるのか、それとも厳しい罰ゲームを受けるのか、気になる後半戦スタート。どうセンサーに2回出しましたよね。出したよ。2回とも何でした。じゃあまあフリーズから激アツからのホットトライかな。どっちかな。
赤い扉の向こうに何があるの？青だ。コンセットは結構仕事したんだね。ベルは押せばありましたし、外れで一発取られました。認めたいけど勝つことも大事なんでね。ありがとうございます。3度目のなんとか、じゃあチャンス出します。有言実行。お騒がせしました。ガッツリ申したんですけど、ボーナスが引けず、まあ、でも今日はね、フリーズ行くことが目標ですから、今回第一目標はアメリカをクリアしてます。ここで実戦終了です。なかなか頑張っていたのですが、フリーズはやはりそんなに簡単に引けるものじゃありませんね。お前付き合ってくれてるのスタッフさんだけだよ、お前。なんですか。そもそも無理ですよ。無理ですよ。フリーズ引いたって、まあもうすでに7000枚まだ ART 中でしょ。7000枚ガーツーみたいな。そうでしょうね。やっぱりでかいに、フリーズって言ったら。フリーズ引きました。うん。フリーズ5セットでした。うん、5セットよ、そう、恩恵5セットよ、お前。以上。は？あ、わかった。不動産は。不動産は今日不在だったじゃないですか。多分それフリーズじゃないと思う。カメラさんが撮れてないっていう。それプシュンのとこだけでしょ、撮れてないの。俺隣にいたんですけど、プシュン言った瞬間スモッソク立ってフリーズ引いた。あのミオちゃんは可愛かった。まあまあいいっすよ。まあまあ、ね、フリーズ行かせなかったミオちゃん、あのモサフさん的にはもう日高さん的には罰ゲームの対象けど、今回まあでもやっぱりすごいことなんでね。すごいことなんでやっぱり、まあ引けてない我々3人が行きますか。受けるしかないんですかね。よし、俺3番行こう。ちょっと待ってください。3番は俺ですよ。3番はあかんわ。ただほらじゃあ空気読んでも、お尻ペンペンから桃ちゃんもこれ持って待ってるから。そうだ、もうただの魔女っ子にしようね。まあまあ、じゃあ空気読めよう。そうですね。読めよ。今日、まあ、ここで空気読まんと、ほぼ映ってないぞ。ほぼ映ってないぞ。妖怪なんで、まあ。いきまーす。はい。5番、まあまあ、愛を叫ぶ。愛を叫ぶ。これさっき上がりっておっしゃってました。そうですね。まあまあ、最後のお楽しみで。いいんですか、まあ、僕、連決まってからで第一番に。3番。いいんだ。3番モモちゃんのデート、おまい、取っとけや。いいんですか。できたらもうこっちも使ってほしいなっていう。そうですよね。俺空気読んで6出すわ。6 前回と似た感じっていう。ヒントはもう仕上げてきました。仕上げてきた。仕上げてきた。あの、僕早く3番を聞きたいです。あ、3番聞きたいですか。3番聞きたいです。3番ですか。あの、普通のデートでいいや。そうですね。じゃあ、あの生産の全部自腹ということで、桃ちゃんとデートをしてもらって、はい、桃ちゃんが買うものすべて、はい、あの生産出しっていう。ああ、なるほど。ちょっと生産これでしょ。いや違うんですよ。あのこれもう決まってたんですよ、シナリオが。もう欲しいものがあるんですよ、最近。あ、ほんと車が欲しくて。いいですか。ね、モッパチ終わるな。モッパチ終わるな。どういうことや。でもゲッシュさんが何もないってことは面白くないんで。そうね。せっかくなんで。あ、まあせっかくなんで、まあお尻ペンペン。そうね。そういう流れですかね。これもちなみに、あのアミちゃんの愛を叫ぶ。それは何で
愛を叫ぶ、はい、前やっぱり映画とかでも、まあ、めちゃくちゃ話題になったじゃないですか。これタイトルあるじゃないですか。あ、ほにゃららの中心で、はいはい、愛を叫ぶと、ほにゃららの中心ですね、はい、ちょっといい、いい感じで、はい、雨も降ってきたんで、はい、でやっぱり大鳩って言ったらのちょうどいい交差点の、クランブル交差点ですね、はい、ということで大鳩の、はいはい、まあ、のど真ん中で愛を叫ぶと、なるほど、これきついわ俺が一番そんだら往復ビンタ受けた挙句お金支払わされるって今日買っといてよかったゴッド、よかったじゃあ行きましょう、行きましょう、はい、罰ゲーム、はい、それでは罰ゲーム執行だがいいか、はーい、なんだ痛い、今のは痛いぞ、重い、足しびくるよ、仕上がってるな、腕上げましたね、ちょっと甘いぞと、はい、まだまだ反省しました、ナイスペンペンでした、それでは罰ゲーム執行、この店内やけんですか、ちょっと声を音を締めにしてみました、山崎という人さんどうしたの、今日お腹空いたなと思って、うん、はい、ちょっとパン美味しいんで、パン、あ、俺もよう食べるわ、あの、あれ抱きてたパンやろ、パンでいいんだ、もうちゃんとかもうこんな2個ぐらい食べてもお腹いっぱいでしょ、そうですね、うん、全部食べようかな、何言うの、全部、いや、お腹空いてるんですね、うん、メロンパンで、ああ、俺今日ゼウスで儲かって終わった、人生でこんなにパン買ったの初めてやパン屋開くわ、人生でこんなパン買ったことないですよ、全部食べるんやね、桃ちゃん、罰ゲーム執行、いってらっしゃい、恥ずかしかったと、やっぱりでももっとわさーいって欲しかったですけどねでも大丈夫です、みんなの振り向いてたんで、あの時間帯で一番人少ないんで時間帯で恥ずかしい、足が良かったよ足良かったので罰ゲームこれで終了、ありがとうございました、いやフリーズ来たかったな、来たかったですね、開始10分も経っとなんじゃない、もね、剛腕君にあげる、それ多分その剛腕っていうのをもらったらプレッシャーで弾けなくなると思う、めちゃめちゃね、空気読んでないですよ、もうちゃんテレビ的じゃないわこの子、自分で弾いてちょっと後悔しました、あんなもう網のもう踏ん張った足の方がテレビ的だあそこ全部持っていかれましたね、ずるい、俺今日ゼウスで儲かった分全部パンに消えたわいい買い物、ただ桃ちゃんが冷静にやっぱ全部食べれないですって1個くれたわ、あー、やった、羨ましい、いいな、いいな、1個だけ持ってもさ、4分個、さらに取り分減るんかい、ほんといや俺でももうあのビンタ回避したけど待ったわ、え、そうだ、いや、ももちゃんが、ももちゃんがもうこんだけね、もうお腹いっぱいでもういいです、やっぱもらった、お前がだってあれ出すけんか、俺もうパン買わせる、俺デートしないっすよ、せんでええわそんなもんいやもう夢でデートしておやすみなさい、おやすみなさい、じゃあビンタ次回やな、そのフリーいやんついにパチンコプレイガイドがウェブに集結、パチプレ TV からオリジナル動画、もちろんプレイガイドエンジェルスの限定動画も見せちゃいます、ぜひご覧あれ。